騒ぎがあったのは、札幌市清田区美しが丘1畳5丁目の国道36号沿いにあるパチンコ店の前です。午前5時40分ごろ、駐車場と歩道の間にキャリーケースが置かれていると、通行人から警察に通報がありました。付近には一時交通規制が敷かれ、同系の爆発物処理班が出動しましたが、調査の結果、キャリーケースの中身は空だったということです。 交通規制はおよそ40分ほどで解除されましたが通勤時間帯ということもあり付近は一時騒然としました。